おはようございます。坂野くんです。野でもう1週間ぐらい前の話かな、えー、ジャズ批評に私は原稿を入れてでゲラが来たんですね、まあ、初行そしたら思った以上に何かいいレイアウトになっていてあいいなあなんて思って。 のでそれについてほんのちょっとだけ語りたいんですけど今これ録音してるのが4月16日なんですね2023年ので多分来週はさらしの頭ぐらいに発売されると思うんですけれども次のジャズ批評の 特集がツーホーンクインテッドなんですよそれで私は編集部の方から第1期マイルス黄金のクインテットと第2期マイルス黄金のクインテットについての原稿を書いてくれと依頼ありがたい依頼を頂戴いたしましてですねで書いたんですよ第1期あのポール・チェンバースレッド・ガーランドジョン・コールトレンフィリー・ジョー・ジョーンズの時ですねそれで第2期ウェイン・ショータ、ハービー・ハン・コック、ロン・カーター、トニー・ウェルムスの頃ですよねそれぞれの そういう編成になるまでに至った経緯とでおすすめアルバムそしてどんなクインテットだったのかっていうことをですね何文字だったっけかな1500文字500文字1000文字忘れたけどまあ一応調べたりとかしてでちゃんと ちちゃんと書いて、まあ、ちゃんんんとと書書いいいててつつももるりなんですけどねそれで、じゃあ最初確認お願いしますってことで、あのレイアウトされた状態で PDF ファイルがメールで送られてきたんですけど、それ開いてみたらですね、イラスト入りなんですよ。で、あのちゃんとレイアウトされていて、結構ほら、今までの ジャズ批評って、まあ、レイアウトはもちろんされてるんですけど,どあの、ワードで作ったようなフォーマットに文字がただ流されてるだけっぽいレイアウトが多かったんですけど、今回はちょっと立体的なね、レイアウトになっていて、ああ、なんだ、割といいじゃんって割、なんか上から目線ですいません、エラス、割といいじゃんなんてね、ごめんなさいね。あちゃんと自分の書いた、 あの文章があこういうふうになんか生き生きとですね動きのあるような配列されていてちょっと見ていて楽しかったですね、まあ、でいくつか直しがあったのであの 直してそれでまあ最終的に赤っという形にしたんですけどもね発売楽しみですねだから今回はまあ、皆さんこれをお聞きの中であの常連の視聴者さんの方には読者投稿という形でもしかしたら私の好きな「通報クインテット」ということであの送られた方もいらっしゃるかと思いますけれども発売楽しみにしてみてくださいよ結構ねあのー デイアウト見る限りだとかなり気合いの入った特集になってるんじゃないかなと思いますので、私も楽しみです。私はマイウスしか書いてないけど、他にもね、あイ j j イジョンソンとカイワインディングの2本だったりとかね、あとアートブレイキアンドザ・ジャズ・メッセンジャーズの2本とか、いろいろあるんで、あとジャ、ウェディー・ーコルソンとカーティスの ジャズテットなんかもしかしたらあるかもしれませんね。で、他のライターの方がね、ジャズ評論家の方とかが、おそらく書いた原稿が読めると思うので、私は結構苦労して書いたつもり苦労してというより、調べたりまとめたりどう、どうまとめるのかって考える方に苦労しましたけれどもね、切り口をね、構成とかをね。まあ書くのはそんなに時間かかんなかったんですけど、で他の方はどういうアプローチで、 その通報クイテンとね、紹介しているのかっていうのはとても気になるのでねで、どうしようって思いますけど、他の方がちゃんともっともっと素晴らしい文章を書いていたうわー俺の稚拙な文章が、なんて思っちゃった可能性もあるんですけれども、でも、まあ、純粋に、 まあ、アートブレイキザ・ジャズ・メッセンジャーズをね、あの他の方はどう紹介されているのかっていうこともとても気になったりもしますので、ちょっと個人的には発売楽しみです。まあ、もし、ホ本クインテッド、まあ、ハードバップ好きの方が多いと思いますけれどもね、あのフロントに管楽器が2本あるジャズのバンドで5人編成のバンドが、ね、好きな方いっぱいいらっしちゃると思うんで、そういう方はですね、ぜひ発売されたらお手に取ってご覧になっていただければと思います。 ということで、今回は事後に発売されるジャズ批評に関しての告知でございました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。